はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。早いもんでですね、今日で甲子園も最終戦ということですね。まだあと何試合か残ってますけど、あと全部ビジターですね。なんか雨でね、流れたやつが後ろに回ったりとかして、まあ、調整ということですよね。で、甲子園今日で最後ということで、まあ、もちろん阪神はですね、という優勝を決めてますから、あとはまあ、まあ、消化試合というかね、まあ、調整とかですね、まあ、いろいろこう、まあ、個人タイトルとかですね、まあ、成績を、個人成績をっていう、まあ、そういう戦いになっていく中でですね、まあ、とはいえ、まあ、最終戦なので、まあ、優秀の美というかね、まあ、地元のファンの前で、こう、まあ、勝利で飾ってですね、最後終わりたいと、まあ、いうところだろうというふうに思うんですけども、まあ、今日はですね、まあ、富田蓮がね、まあ、ローテーションの谷間というか、まあ、もう主力の先発のですね投手はもう最後投げ終わってもう抹消抹消ってなってましてですね、まあ最後今日はまあ富田が投げて、 あとはもう一回ずつ投げて終わりかなぐらい、まあそんな感じでしょうね。今日はもう最初から富田蓮と西純也でですね、こう行くというふうに決めてたみたいで、まあこれもまあ試しでしょうね。富田もですね、まあ西純也もまあ今年すでに一軍でもですね、投げ、まあ西純也はね、最初ローテーションピッチャーでしたからね、富田蓮も途中ね、ルーキーですけど、結構キャンプからですね、こう注目されてね、伊藤将司のですね、ルーキーの時みたいな活躍を期待されてたんですよね。ただまあ、その、実際投げてみると、まあ、いいピッチもする時もあるけれども、ちょっとなんか、こう、いまいちピリッとせんな、っていう、そんな感じで。で、二軍では結構いいね、ピッチングを続けたりしてて、で、まあ、もう一回一軍で見てみようかということで、今日、まあ、投げさせたということなんですけどね。まあ、どうなるかっていうことですよね。まあ、そう考えると、やっぱり伊藤将司の一年目、やっぱすごかったんですよね。やっぱりね、その、物おじしないっていうですね。そんなに球速いわけでもないのにね、いきなり、こう、ローテーションに入ってね、9勝かなんか上げたんですよね。すごいな、という感じですよね。10勝かな、新人の年。まあ、それの再来みたいな感じでね、富田蓮言われてまして、まあ、ルーキーですけど、まあ、期待されてたんですけどね。まあ、残念ながら今日ですね、富田蓮が、まあ、初回から失点を重ねてですね、まあ、試合に勝てなかったっていうことなんですけど、この辺がね、まあ、富田蓮とか、まあ、西純也もそうかな、が一軍の壁を破れるかどうかっていう、このね、まあ、今そこにぶち当たっているところなのかな、というふうに思います。まあ、試合はまあね、まあ、ゆっくりまた振り返っていきますけど、まあまあ、細かい話をするよりかは、もうここに来たらですね、まあ、なんていうんですかね、まあ、CS に向けてとか、あとは来年に向けてとかですね、まあそういうような、まあ、ざっくりした話になってくるかなというふうに思うんですね。もう、要するにその、絶対今日の試合勝たないかんっていう試合ではもうないわけですから、だからまあ今日の試合負けたけど、ここのこのね、采配がどうやったかとかね、選手起用がどうやったとか、ここのね、この選手のこのプレーがまずくて負けたとかですね、まあそういう話ではもうなくなってきてるわけですよね。今日は試しに投げさせたらですね、富田蓮が失点して負けただけですから、まあ、まあ当たり前っちゃ当たり前ですね。ここで富田がもうピシャッとですね、いいピッチングしてってなったらですね、まあまあ、もっと早く出てきてたわけですから、それができてないということは何かこう課題があるのかなと。で、それは一体何だったのかなっていうのが、まあ、ね、見てるとこうね、いろいろ見えてくるっていう、まあ、そんな感じの試合ですよね。その、プロに入ってくる時点でもみんな一流のですね、球も速いしですね、変化球もこう、キレが鋭いし、でもみんな持ってるわけですよね。で、まあ、いいピッチングをするときはみんないいピッチングするんですね。調子良ければね、どんなピッチャーでももう、プロに入ってきてる以上はですね、いいときはもうすごいいいわけですよね。でその本当にプロで活躍する人っていうのはもう 毎回のようにいいピッチングをするわけですよね。でたまに調子悪くても悪いなりに抑えるっていうですね、これができる人が一軍でこう活躍できるわけですよね。富田蓮も今日見てるとですね、球一個見たらですね、あ、これすごいな、まっすぐ綺麗だってね、こう角度もあってですね、綺麗があって、いいまっすぐやな、で、変化球もですね、すごくこうですね、左バッターのね、外角に落ちるスライダーとかカットボールね、こう空振り取れてるし、すごいいい、球やなとね、球一個だけ見たらもう超一級品でですね、それはもう一軍ですごく活躍できるでと思うんですけれども、それがですね、こう、まあ、点取られてしまうっていうのは、これ何かっていうところなんですよね。その、まあ、細かいことを言うと、やっぱりこう、コントロールやと思うんですね。コントロール。その、伊藤将司なんかがね、1年目の時はもう最初からコントロールすごい良かったですもんね。とにかくもう角にビシビシ決まるみたいな感じですね。今日見てるとですね、富田蓮、その、
ストライク先行で自分のカウントでいけてるときは結構ね、有利に進めるんだけども、ちょっとボールってなったときにですね、苦しくなって、ね、ど真ん中投げて打たれたりとかですね、最初の失点もそうでしょうね、その先頭の岡林をですね、打ち取るんですね。これ、先頭の岡林の打ち取り方見たら、あ、これもいけるでって誰しもが思ったと思うんですよね。ストレート2球で追い込んでですね、3球目のスライダーがカットボールかなんか空振り取って三振ね、3球三振かなんかですよね。あ、これ今日ええでと思ったら、今日2番カリステだったと思うんですけど、カリステにこうフォアボール与えてしまって、で3番の細川にホームランですから、もうもう天国から地獄みたいな感じですよね。もう1番の岡林を抑えたところまではもう、完璧やったのに、フォアボールホームランですから、一番あかん点の取られ方ですよね。その、なんていうんですかね。まあ、一番あかんのはフォアボールでランナー貯めた後、長打を浴びるっていう、これがもう最悪な、点の取られ方ですね。それやったらもういつも言ってますけども、例えばフォアボールフォアボールフォアボールホームランでね4点取られるんやったら、ソロホームラン4連発で浴びた方がまだマシっていう、そんな感じでしょうね。それね、そう簡単にホームランって打てないと思うんですよね。いくら打たそうと思ったって打てないわけですからね。オールスターのホームラン競争でですね、ピッチャーがこうホームラン打ってほしいと思って打たそうと思って投げたって、なかなかホームランにならんのですから、そう簡単にホームランで出るわけないんですよね。だからもう本当にフォアボールをフォアボールでランナー貯めてホームランっていうのはもう一番傷が大きい。それやったらもう、4連続ホームラン打たれるぐらいのね、そんなことめったにないわけですから。ほんでまた逆にこう4連続ホームラン打たれたら、それはそれで歴史に名前残るわけですから、そのぐらいの気持ちでやっぱ投げないといかんなっていう感じなんですけど、やっぱりその今年阪神でね、勝ってる選手でそれができるわけですよね。もうフォアボール少ないわけですよね。だからホームラン浴びても大体ソロホームランですね。大体ね、その、まあまあ村上にしろ、大竹にしろ、伊藤にしろ、そうですね。まあ青柳とか西もそうですよね。調子のいい時は。ホームラン打たれてもソロホームランですよね。ホームラン3本打たれても3点しか失ってないっていうね、そういうようなピッチングができてる時はやっぱり調子いいという感じですね。で、ヒットの割にやたら失点が多いなっていうのはやっぱりね、フォアボールが多いからっていうことですから、でそうなってくると味方の集中力も切れますから、これも昨日も言いましたけどね、集中力って人間の集中力って持つ時間決まってるんですよね。そんな永久に集中力って持たないんですよね。だから攻撃は長く、守備は短くて当然ですね。守備の時は、守ってるだけでも常に集中力をこうね、高めてるわけですから、だんだん集中力が減ってくるわけですよね。長ければ長いほど。で、なってきてダラ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 とですね、守ってるとやっぱりエラーが起きたりするっていう感じですね。なので、その、なんかヒットの本数の割に点、失点が多いなとかね、負け数が多いなっていうピッチャーはですね、やっぱりその、フォアボールが多いと。で、その、フォアボールが多いから、テンポもリズムも悪くなって、味方がですね、エラーするみたいな。そういう感じで、まあ、悪循環に陥るっていうことですね。やっぱテンポよく、リズムよく、ストライク先行でバンバン投げていってですね、まあ、たまに打たれるけれども、連打はないし、ホームラン打たれてもソロホームランっていうですね、こういうピッチングができてると、まあまあ勝ちにつながりやすくなるということですから、この違いでしょうね。その、一個の球見たら富田も伊藤も同じようなですね、いい感じの球投げてるんですけど、その、球と球のつながりというかね、まあ当然、テンポとかリズムもそうだし、あとはもうそれから、気持ちの問題もありますよね。その、ある程度、その難しいところですね、プロのね、その、戦う人たちっていうのは、怖いもの知らずでもいかんし、で、ビビりすぎてもいかんし、ということですよね。その怖いもの知らずでね、その、不安な気持ちがなかったら、それはそれで困るし、かといってそれでビビりすぎてですね、自分のパフォーマンスが低下しちゃったら、それはそれで、ダメだし、っていう、この非常に微妙な、その、気持ちの持ち方っていうのがですね、パフォーマンスに大きく影響してくるんだろうな、っていうね。だから、技術が、こう、変わるとかね、成長するんじゃなくて、気持ちが変わるだけで、成績がガラッと変わるっていうね、プロスポーツ選手なんぼでもいますからね。だからそういった意味でいくと、その伊藤は、社会人からですから、やっぱり社会人を経験してね、社会人って当然、まあ、プロじゃないですけど、でも、野球で飯食うてるっていう、そういう立場ですからね。その野球できてもらったら、会社クビになるわけですから、野球で飯食うてるっていう、その覚悟がやっぱある。人はやっぱりね、ルーキーの年からやっぱり入ってきた時からやっぱりね、活躍できる人多いですよね。阪神で言うたら近本もそうやし、中野もそうやし、ピッチャーで言うたら伊藤がね、そうですよね。だから、この辺がまあ学生から入ってくるのと社会人から入ってくるのとの、まあ、多少の違いがあるのかなっていう感じですから、あとこの辺がね、まあ、富田蓮投手なんかは成長する余地なのかなと。いうふうに思います。だから気持ちがね、もっとこう、しっかりと、で、覚悟決まればですね、多少のピンチになったりですね、多少打たれたり、フォアボール出しちゃったってなってもですね、それが投球に影響しない気持ちがスパッとね、切り替えられるっていうふうになってくると思うんですよね。
そういったのが、まあ、これからのですね、富田蓮投手が、こう、破っていかなければならない、そういう、壁なのかなと。これが、なんか、村上なんかがそうですよね。村上も、その、最初から球すごい良かったんですよ。入っていた時からね、コントロールが良くてですね。まあ、大学の最後にちょっと怪我をして、まあ、ドラフトね、上位の方では、こう、指名かからなかったですけど、怪我なかったら他の球団も上位の方で指名しててもおかしくないっていう成績残してた、村上頌樹投手ですけども、まあ、怪我が原因で、まあ、阪神の方で下位でね、入ってきたんですけども、でも、その、ポテンシャルとかね、能力っていうのはすごく、高評価をされててですね。まあ、怪我さえ治ればプロでいけるやろうというふうに思われてて。で、まあ、すごくね、最初からいいピッチングしてたんですけども、1軍では全然勝てなかったね、最初ね。ボコボコに打たれてですね。で、2軍に行って、2軍に行ったらめちゃくちゃもう、ね、タイトル取って、みたいな、そんな、もう無双状態になったわけですよね。で、3年目になってようやく今年ですね、1軍に入ってきて、上がってきて、勝てるようになって、何が変わったかっていうと、別に技術的なこともそんなに変わってない。昔から今ぐらいね、投げてたんですよね。要するにその気持ちの問題でしょうね。プレッシャーに、負けなくなったというかね。一軍の大観衆の前で投げても、だから自分の気持ちをきっちりコントロールできるようにっていう、そこがやっぱ成長したんだと思うんですよね。おそらく村上投手なんかは。このちょっとした違いだと思うんですね。その一軍で活躍できる人、できない人っていうのは。能力はもうそんなに違いはないのかなというふうに思いますので。なので、富田蓮投手もその伊藤とかね、村上なんかを見習ってですね、その気持ちの持ち方というのを、自分で自分の気持ちをきっちりコントロールできるように、で、そっちをね、きっちり成長させることができたら、一軍でも、ね、使い物になってくるのかなというふうに思います。例えばね、桐敷投手なんかがね、その、配置転換して中継ぎに回って大活躍しだしましたけど、もちろんこれもね、その自分の持っているその技術とか、まあ、いろんなね、スキルっていうところが、まあ、中継ぎ向きなのか先発向きなのかっていうのも当然あると思うんですけど、もう一つはやっぱ気持ち的な問題ですよね。気持ち的に先発向きな人と気持ち的に中継ぎ向きな人がいて、それが適材適所やと思うんですよね。それはまあ中継ぎでいいピッチングできる人は先発でもいいピッチングできるだろうし、先発でいいピッチングできる人は中継ぎでも当然いいピッチングできると素人からしたら思うんですけど、やっぱり向き不向きっていうのはあるんだろうなと。よくですね、桐敷なんかはもう中継ぎでですね、こう1イニングにこう全力を出し切るっていう方が向いて、気持ち的に向いてたんでしょうね、おそらくね。で、例えばですね、まあ昔阪神で言うたら、もともと中継ぎ4位で取ってきたメッセンジャーが先発に転向して大活躍したっていうね、ことありましたけども、これももちろん技術が進歩したってのもあるでしょうけども、やっぱ気持ち的に中継ぎよりも先発の方が向いてるんでしょうね、その、まあ、いろいろね、やっぱり違いがありますもんね。先発だったら多少点取られてもね、後でこう取り返せるわ、みたいなね。ありますしですね。中継ぎだったらもうここにも全力でとにかくここを乗り切るんだみたいなね、一点集中で行くみたいな。どっちかに向いてるかってやっぱあるんだと思いますね。富田投手なんかはもうもしかしたら中継ぎでやったらもっといいピッチングするかもしれないしですね。だからこの辺が、まあ適材適所で、この辺見抜くのはね、岡田監督うまいですからね。だから富田蓮を何回も先発で使ってるっていうことは、おそらくこれ性格的に先発向きだろうっていうふうにやっぱ思ってるんだと思うんですよね。なのでまあこの辺がね、だから今日試しに使ってみたんだと思うんですね。まあ、西純也もそうですね。だから西純也なんかも中継ぎの方がええんちゃうかっていうね、声もあったりして。で、岡田監督もね、中継ぎでも一回使いましたよね。西純也投手ね。で、どっち向いてるかなと思ってですね。で、もう一回先発みたいな感じでね、今日はロングリリーフですけども、第二先発みたいな感じですけども、やっぱり西純也は先発の方が向いてるのかなっていうふうに思っているんだろうというふうに思うんですね。まあ、この辺がね、まあ、今日の富田とか西純也は CS に向けてというよりかはもう来年に向けての起用でしょうね。だからこれ来年どういう風なね、変貌を遂げてくれるのかっていうのは、まあ楽しみにしたいなという風に思いますよね。だから今日なんかも、その、富田蓮はね、いいピッチングをしてるときはちゃんと抑えるけども、それがこう続かないというかね、何かちょっとしたことでガラッと変わっちゃって、で、手元が狂ってですね、ボールになって、で、甘くいったところを打たれるみたいなですね。まあまあ一軍ではまだちょっと通用しないかなっていうぐらいなんですけども、二軍ではね、もっといいピッチングを常にしてたと思うので、二軍と同じピッチングが一軍でできれば、まあまあそこそこ、こういけるんちゃうかなと思うんで、あとはもうこれ気持ちがね、成長すればですね、もしかしたら大化けする可能性があるなという、まあそんな気はしますね。はい。西純也はそろそろね、ピリッとしてほしいなっていうところなんですよね。球はいい球持ってるし、コントロールもそこそこいいしですね。だから西純也なんかは、まあ、勝つためのピッチングっていうかね、どうやったら勝てるかっていう、その辺をこう、あとは勉強していくところなのかなっていうふうに思います。まあ、いっぱいいますからね、ピッチャーね。この富田蓮、西純也以外にもですね、2軍で今ね、虎視眈々と上を狙ってる若いのはね、いっぱい森木もいりゃ、門別もいりゃ、いっぱいいますから、
まあ、この辺が来年になったら突き上げてくるでしょうからね。そんな、まあ、富田とかね、西純也も若い言うとったんで、そんないつまでも安穏としてられませんから、まあ、この辺のね、こう、競争心を煽るというかね、危機感を煽るみたいな使い方もね、岡田監督見事やな、というふうに思います。だからまあ、今日ね、結果、もう、今日のこの試合で富田と西純也を投げさすっていうのはどういう意味か分かるやろうなっていうようなメッセージがこもってるわけですよね。今日の起用にはですね。それに対してどう答えてくれるかとは見てるわけですよね。で今日なんか見てるとまだそこにね、答えられるだけのですね、ものが富田にも西純也にもないのかなというふうにね、やっぱ思いますよね。これはやっぱり一軍でいる人と一軍に行けない人のね、まあ違いになってるのかなというふうに思います。今日阪神なんかはね、今日はそのまあホーム最終戦ということで、まあある程度ね勝ちに来てますよね。先発メンバーもほぼベストメンバーでね来ましたよね。近本中野ね、それから森下、大山、佐藤で、今日ノイジー、坂本、木浪という、まあほぼフルメンバー、ベストメンバーで来ましたから、まあまあ調整も込みですけども、まあ勝ちに来てるなというところでね、やっぱり試合を潰してしまったっていうのはちょっとね、まあ少し残念は残念ですね。富田もね、西純也もですね、もうちょっと頑張ってほしかったなってのが本音ですかね。はい。で、まあまあ、打つ方はですね、相手はメヒア投手だったんですけども、まあ、ちょっとここに来てですね、ちょっとまあ、湿り気味というか、やっぱりね、なんていうんですかね、個人成績、タイトルがかかってる人とかかってない人で、やっぱり集中力に、やっぱ全然違いがあるのかなっていうふうに思いますけど、今日もなんかもね、ヒットはまあ全部で8本ぐらい打ってるのかな。でもまあ、ホームランの2点だけですからね、つながりがちょっと欠けてるな、というところで、まあ、このね、つながりが欠けてるのはね、しょうがないんですよね。全員がもう個人タイトル、個人成績のことを考えて野球をやっていいっていうふうに今なってますから、例えば近本が出たって中戸絶対送りバントなんか今しませんもんね。絶対ね、絶対打ちに行ってヒットを狙いに行かさないといけないし、当然岡田監督もそういう風にやってるし、中野もそう思ってやってますから、当然そうやったらつながりっていうのはなくなってきますわね。だからまあそれはしょうがないと思います。だからなんか今の話なんか見てると、やっぱ全員が自分のことばっかり考えて野球やるとこうなんねんなっていうのが、まあ如実にわかるのかなと。だからもうホームランでしか点入らんみたいなですね、なんかそういう打線になってますけども、まあ今はまあこれでいいのかなと。まあシーズンでほんまに勝たない監督には今みたいな野球やってたらダメですけども、まあ一つね、まあ自分のことばっかり考えて野球やったらこうなんねんなっていうのをみんながね、やっぱ分かってくれたらいいのかなと。あ、やっぱりこうなるんかという感じですよね。やっぱり態度かかってる人の集中力とかかってない人の集中力もやっぱ違いますしね。まあ、そんな中で、まあ、今日、まあ、中野がヒット1本打ってですね、今日はね、中野がヒット1本ですね、で、岡林も1本打ちましてですね、ここは差が縮まらずですね、で、牧が今日2本打ちましたから、ここは1本迫ってきて、まあ、ずっとね、デッドヒートが続くな、みたいな。まあ、中野、岡林、それから牧って、この順番で1本差ですから、まだ全然わかんないですね。残り試合もいっぱいありますんで、まだ。まあ、ね、ヒット、とね、で誰が一番上行くかね、もう気にするのはまあもう最終戦になってからでしょうね。だってこの3人ともだって1試合3安打4安打打つ可能性を秘めてるわけですから、最終戦になってみてそこでもしかしたら5の5を打つかもしれないわけですから、まだそこまで全然ね、わからないと。今中野がトップですけども、全然別にね、トップだからって別に余裕があるわけじゃないし、10本差つけてトップとかやったらね、ちょっと余裕あるかもしれませんけど、まあもう横一列並んでるようなもんですから。まあそんな中でね、まあヒット一本きっちり打てたっていうのはまあ大きかったなというふうに思います。で、大山がですね、今日のそのホームランとフォアボールで2回出塁をしてますから、今日はね、宮崎が4タコということですから、ここちょっとね、差が開いて、少しね、ここはね、最高出塁率のタイトルですね、大山はね、宮崎と争ってる。ここはね、ちょっとこう、見えてきたんちゃうかなという感じですよね。はい。で、だからまあ最多安打の中野はまだ全然わからずと。で、大山はちょっと、とこう見えてきたかなと。まあでもこれも分かんないですよね。一試合でもし大山が4タコで宮崎が4の4とかね、なったら、まあ出塁ですから別にね、フォアボール含めたら4の4ぐらい普通にあることですから、ってなったら急に一気にね、こう詰められるし、まだ分かんないんですけど、ちょっとまあ今日ので少し差がついたかなっていう感じですよね。はい。で、まあ、あとは、まあ、西武王の岩崎ですけれども、今日はね、出番ない。負けたんで当たり前ですけど、出番なしと。で、タイトル争ってるヤクルトのですね、田口は今日はヤクルトが、大勝したんで、出番なしということで、ここも差が変わらずという感じですよね。はい。で、まあ、大竹の最高勝率はちょっと厳しいんですね。東がね、2敗のまま負けないんでね、もう16勝2敗かなんかですね、もう投げないと思うんですよね。もし、あと1回投げてきて、でもこれもね、例えばその、今、CS 争いはね、もう、
あと1個 DeNA で勝ったら決まるんですよね。もしくは巨人が負けたら決まるんですよ。あと巨人が全部勝って DeNA が全部負けたら逆転されるんですけど、だからまあ1個勝ちは終わりなん でもしそのね、ずっと DeNA が連敗続いて巨人がずっと連勝続けてきたらね、東もう1回投げささないかんってなるかもしれませんけど、無理に投げささなくてもですね、これ投げなかったらもう最多勝と最高勝率が勝手に転がり込んでくるわけですから、もうじっとしてるだけでタイトル確定なのでね、もし投げてきてですね、そこを対戦相手が打ち崩してくれればですね、16勝3敗になったらですね、大竹がもし13勝2敗にすれば勝率で上回れるんですけども、まあ、ちょっとまあもう果てしなくもう可能性はないかなという感じですね。ただまあ大竹はあと1回は投げると思うんですけど、とりあえず13勝2敗にするというのが先ですから、まずは13勝2敗にして、まあ、様子を見るというところかなというふうに思います。まあ、あとタイトルといえば、まあ、近本の、まあ、盗塁王はね、まあ、確実かなと思うんで、まあまあ、この辺かな、というところですよね。あとはね、まあ、個人成績のことでいくと、まあ、佐藤とかもね、キャリアハイの打率なんかも、まあ、視野に入ってますからね。あと残り数試合で、ボコボコと固め打ちすればですね、キャリアハイの打率更新も可能だし、ホームランあと3本でキャリアハイですからね、これはなんとかね、達成をしてほしいな、というところですね。あとね、大山がホームランね、打ちましてですね、なんとか20本に乗せてほしいと。今17本ですから、まあ大山も佐藤もですね、あと3本でまあ一つ目安のところに行くということですね。25本と20本というところですから、まあなんとかこれはね、クリアをしていってほしいなというふうに思います。大山なんかもね、このゾーンに入ったらもうボコボコ打ち出しますが、まあちょっとここに来てね、少しそのね、確変というかね、ちょっと覚醒してきたのかなという気もしますので、まあ最後に向けてね、ラストスパートでいい形で終わってほしいなというふうに思います。はい。で、ずっとね、ヒットが出てなかった森下が今日ね、2本ヒットを打ってということなんですけど、ちょっと森下もね、波が激しいなという感じですけど、まあ1年目っていうことを考えるとね、まあ上出来は上出来なんですよね。大山が1年目の時でこんなに成績残してませんからね。で、大山なんかもずっと毎年苦労してですね、今年ようやく、ま、ね、4番として形になったっていう感じですもんね。去年までずっと苦労してましたから、そう考えるとね、1年目から頑張ってる森下なんかはね、よくやってる方やなと思うんですけども、やっぱりまだトンネルに入ったら長いなっていう感じですよね。大山の今年何が変わったかって、トンネルが短くなったっていうことですよね。たまにトンネルに入るんですけど、昔はもうトンネルに入ったらずっと出てこなかったんですけど、今年の大山はトンネルに入ってもすぐに出てくるというのがね、大きかったなというふうに思います。なのでまあ佐藤なんかも徐々にね、そのトンネルから出てくるスピードがね、上がってきたりもしてますから、森下も1年目のということを考えると、来年はね、今年よりもトンネルを短くしてくれればもうちょっと成績が上がるのかなというふうに思いますので、まあちょうどね、まあ1年目でこう優勝も経験したしですね、身近にこうね、先輩もいるしですね、でしかもドラフト1位で入った先輩ばっかりですから、そのドラフト1位の苦悩っていうのもね、よく分かってくれると思うんですよね。まあ近本にしろ、佐藤にしろ、大山にしろですね、みんなドラフト1位で入ってきて、そのね、ファンとかマスコミのプレッシャーと戦いながらこうやってきてるわけですから、その気持ちもわかるだろうし、でドラフト1がこんな聞いたらその分散するでしょうかね、注目が。それもでかいですよね。もう本当に、チームが弱くてですね、もう目玉になる選手がいないってなったら、もう森下みたいなのが入ってきたら、もう森下ばっかり注目されてですね、でもうだいぶこうプレッシャーをこう与えるっていうね、そういうことにまあなりかねないなっていうところなんですけども、チームが強いし、先ほどねスター選手が多いですから、分散しますからね、その辺はまあ森下にとってはいい時期にいいチームに入ったんちゃうかなというふうに思いますので、もう来年あたりもね、こう一気にこうね爆発してほしいなっていう、まあ、そんな感じですね。だから森下あたりをね、CS でどう使うかなんですよね。まあ岡田監督今我慢して3番で使ってますけれども、本当にもう打てないって、全然調子悪いってなったら、まあ、当然小野寺を使ったりするだろうし、まあこの辺をね、どう岡田監督がね、見極めるかですよね。もしかしたら、さっきのね、その向き不向きありますけど、短期決戦でこれ負けたら終わりというトーナメントみたいな試合の方が力を発揮するっていう、そういう人もいるわけですよね。よく短期決戦はもうラッキーボーイがね、出た方が勝つみたいな感じになりますけど、森下なんかはラッキーボーイになりそうな雰囲気持ってますからね。そういったところでいくと、なんか使ってみたくなる選手ね、CS に出てるのを見てみたくなる選手ではあるなというふうに思いますから、その辺をね、岡田監督がどういうふうに、判断をして使うかというね、まあ、楽しみにしたいなというふうに思ってます。まあ、今日大きかったのは、あと、木浪がね、複数判断出たっていうのもね、大きいですよね。木浪もね、ちょっと打率下がってきて、ここに来てちょっとね、ヒットが止まってたんですけど、今日まあ、2本ヒットを打って、これでまた少し復調してきてもらったらなと。最後までやっぱ出続けて、やっぱり打率2割8分ぐらいまで、なんとか戻してもらって、
って、いい形で終わってほしいなと。最後ね、打率が下がって下がって終わっちゃうとね、途中活躍してたんだけど、その数字が残らなくて尻すぼみになっちゃいますから、ちょっと残念なので、最後やっぱり上げて終わってほしいなっていうふうに思いますので、まあ、木浪なんかもですね、きっちりと数字を上げられるように頑張ってほしいなというふうに思ってます。はい。まあまあそんなこんなで、まあ今日はまあ甲子園最終戦ね、勝利で飾れずだったんですけども、まあまあ収穫も多かった試合かなというふうに思います。はい。でまあ明日休みかな、明日休みで、まあその後またね、遠征に出てですね、最後ビジターでこう各球団を回って、各球場回って終わるという感じなんですけども、まあ最後いい形でね、なんとか終わってほしいし、タイトルもね、取れるものは全部取ってほしいなと思いますので、その辺をね、注目して見ていきたいなというふうに思っております。はい。ということで今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。